を変えていったかっていいますと、デザインとかも変えたものも一回ありますけど、全部が全部変えられへんかった。やっぱり先代と僕が一緒になっている時ぐらいに変えられたのか、今回は息子が帰ってきてちょうど2年ぐらいになって、東京から。それで前々から自分でも変えたかったんだけど変えられないと思って、今回全リニューアルを全部しようという、普通ですと5年ぐらいかけてリニューアルしていくんですけど、それも2年で全部しようというところが袋が中でかなっていうので、結構危険度がリスキーやね自分自身だとなかなかできへんかったところの今回のリズムでこんなの変えたいとかあったり、失敗ありますからね、その袋のアカンとかね、毎日毎日喧嘩してますわ以上に金がかかるわ、金もかかるこのままやったら、このままいたら潰れるよなと思ったからですガラガラベッタリずっと行って自然消滅的になくなるっていうのはなんかいかにも寂しいじゃないですか。そしたら全部変えて、まあ、ダメやったら僕は私が責任取ったらいいな早大に降りようもそんなに強いとこなくて、さっき言ったみたいに、まあ、本当に日本で一番最初に50年経ったのに、今から56年前スパーティーで、その翌年から古酒を持ってるという、社会的には季節感というか個性を大事にしていくという文化を持ってしてやってきたんですけども、古酒の貝とかも初めて来てる、それも今56年間続いてるんですね。日本で最長最多の会になりましたね。常にそれ消費者の会なんですけども、常にそういう消費者の声が聞けるっていうところの立場にいるっていうのがとても大事だと思います。ただの酒飲みやってるそれ作ってるのか作ってるとは俺自身、僕自身が作ってるわけじゃないけども、人が好きなんやろな。酒が好きで、料理が好きで、人の話が好きで、なかなか抜けられへんで、貧乏で。そこが一番大事やね。なかなかね、上手に回らへんもんですよ、人生にな。一升マスに 1.5 升入れても、やっぱ溢れるだけで、8分目ぐらい入ってると、別に少々チャプチャプしてもこぼれへんかもしれへん。海外的なものも、まあ、若干ちょっとまあ元に戻ってきましたけど、まあ、社員的にはまあうちも独自にしかいない社員会社なので、まあ、まあ海外が3割、国内が7割っていう感じでさっき動いていきたいなと思ってます。県民さんもあるので、ね、まあ、トレーさんとか工芸さんとか中社とか本当に大事なんですけど、まあ、SNS ですとかネット環境たぶんそういうふうになっているとは思いますね。自分の関係ももちろんそうですし、会員はまあ間違いなく伸ばしているというか、それは、ね、海外がええからやと海外ばっかりにシフトしているとやっぱり怖いので、その分散をしておかんと、まあ、まだまだもっとちっちゃくして、逆にとっても100万円みたいなものを年間1000本作ったら終わりますみたいな会社で。でとか、いや、じゃあ1000円のものを10万、100万本作るのが、その辺のところの難しいところ、だから僕もある程度中間なのかなという感じがする、安いものを高いものだけに特化していこうかなと思ってる、ね、中間層は中間層で、今の独立層はいるんやけど、まあ、その探し方を今後、高度なもの、高いものを構築していくということに傾注していくかもしれません。去年の時崎協会、時ってのは国って書くんですけども、そんな協会も全国の長さで立ち上げて作って、このメーカーさんから、福井のメーカーさんから長さですけども、去年の8本セットで202万円というセットを作りました。
大進化の売り切れですよ。そうなんですか。また今度は80万ってセット200セットですね。ハイエンドはどうですね。まあ、それでも、まあ、大事だと思います。最近、ね、コロナ中にいろいろな考えで、ね、そのものを相当出てきていますので、もう一つ上を行けるようなものをいろいろ、まあ、デザインも含め、ね、今回で全リニューアルしていくと言っています。まあ、どうなるかやら、まあ、吉と出るか京都出るか、京都出たらもうあの次主催の時来ていただいたら月の数はないと思います。それの違いって何が違うかって、まあ、手が変われば味も変わるんですけども、まあ、酒の味ってほとんど酵母が決めるんですよ。酵母を上手に操れるかどうかっていうところではすごい技術と感想的なものが必要だと思うんですね。丁寧さ、まあ、お米自体はどこからでも、まあ、入手は可能なのは可能じゃないですか。まあ、水は動かせへんわね。だからお米はまあ変な話、北海道でも九州でも兵庫県でも、まあ、普通のそういうお米を買おうみたいな買えないこともないし、それをいかに上手に操れるかっていうやっぱ技術だろうと思いますし、いくらいいキャンバス買ってきたって書き手が悪かったらダメなんと一緒やろ。はいはいはい。それは技術の差だったり、工具をどのくらい使ってるかみたいな、傾向と対策みたいな、そうなんですし、10歩先ぐらいのものを作るとダメやね。売れへんね。逆に3歩先やな。10歩先作るだけなんかね、全然なんか治療に合わへんな。薬も痛くもなく、痛くもなくみたいな通り過ぎてしまう。で、後になってから、ああそうか、こんなやったんやって、3歩先やったらね、そのっていうところも、うん、そこやから分かるんやけど、一歩先には必ず動かされるからね。見に行く力というのをつけていただこうと、中身がどこかも書いてあるものよりも全く書いてないんやけども、一体これは何だろう、一回飲んでみようかなっていう感覚で、それと濁り酒は以前からあったんですが、今回、全量もう本醸造とアルコール添加さんも全部やめて、純米酒1本に変わりました。それの第1弾ということで、こういう、純米濁り酒、スパークリングの高いものを、今回12月の1日から